坂井茂木、坂井和末から1922年3月1日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。貴族院議員、男爵。救命、元助。家紋は4つ星。殺度倒幕の密約記念碑、坂井和末の活躍が刻まれている、京都市東山区と佐国と佐軍高知城下の高知、中島町において、 土佐藩馬回り約三百国、二川修五郎の長男として生まれ、後に、堺に改正した。聖火の中島町は、板垣大輔、片岡賢吉の出身地であり、家が近所であった。母親戦争に従軍し、1870年、大阪兵衛予備生徒となる。翌年、御新兵として、上京、陸軍隊員に任官し八番大隊副官となる。 この絵六番大隊副官、広島近代地方司令官心得などを経て、1874年2月から翌月にかけて佐賀の乱に出生。不評、第24連帯大隊長、不評第12連帯大隊長などを歴任し、1877年3月から10月まで西南戦争に従軍した。不評第13連隊長、不評第11連隊長、 名古屋鎮大英樹司令官、不評第17連隊長などを経て、日清戦争末の台湾に、この F 表、第2連隊長として出征。1895年10月、陸軍少将に進級し、死去した山根信成少将の後任として、この F 表、第2旅団長となる。不評第1旅団長、この F 第旅団長などを歴任し、1902年6月、 陸軍中将となり、予備役に編入。日露戦争勃発により召集を受け、留守第一師団長の後、神戸第一師団長として、法典改戦に参加、1906年3月、召集解除となった。同年3月16日、神戸役に編入され、1909年4月1日に退役した。1907年9月、男爵を乗爵し家族となり、 牛込区に、貴族院議員を務め、富士生命社長となった。ありがとうございます。